ピロプラズマはアピコンプレックスモンに属し、主に哺乳動物や蝶類の赤血球に寄生する単細胞深核生物の一群である。まだ二類によって媒介される家畜の病原体として警戒されているが、人に対しても日和未感染を起こすことがある。感染した宿主動物は貧血、黄断、発熱、血尿などマラリアに似た症状を示し、死亡に至ることも多い。 ピロプラズマという名は、細胞が赤血球中でなし型に観察されることに由来する。分類学上はピロプラズマ目を当てる。マダニを収縮種、哺乳類や蝶類を中間縮種とするが、生活感全体が明らかになっている種は多くない。以下では、ピロプラズマに共通していると考えられる基本的な生活感を示すが、種によって様々な差がある点を、 意図的に省略している。ネズミバベシアの生活感マダニが、宿主から吸血する際に、大気中のスポロゾイトが、中間宿主の血流中に放出されて感染が、成立する。ピロプラズマは赤血球へと侵入してに分裂により、増殖し、生じたメロゾイトが赤血球を破壊して、次の赤血球へと感染を繰り返す。これによって、中間宿主は症状を呈することになるが、 マラリア原虫とは違ってメロンゴニーは同調していない。一方、赤血球中で増殖をしない、生殖母体への分化が起こり優勢世代が始まる。ダニが感染宿主から吸血すると、メロゾイとは消化されてしまうが、生殖母体は死有の生殖体へと分化して、接合を行う。接合子には運動脳があり、過去一触膜から脱出し、 消化管上皮細胞に侵入してから、原数分裂を行って、キネートへと分化する。キネートは、血リンパへ脱出して、唾液腺に到達する。唾液腺では、多角で不定型のスポロンとスポロブラストへと分化して、ダニの脱皮を待つ。脱皮したダニが、宿主から吸血すると、スポロゾイトが生じて、再び中間宿主へと移行する。 アピコンプレックスモンブコノイドズナピロプラズマメとする。伝統的に大型のバベシア科と小型のタイレリア科に2分するが、これは生物の系統を反映していない。またバベシア族やタイレリア族は多系統的であることが明らかになっている。以下に病原体として重視されている種を例示する。古くは原生動物モンホーシム室シなチムシメに分類されていた。ごく初期には、 アナプラズマ属や禁煙の所属をピロプラズマに含めていたが、これらはリケッジア目に属する細菌であることが分かって、取り除かれた。またダクタラスマティデイカは国士ジュム類の中のアデレア目に移された。ピロプラズマは、吸血性節足動物に媒介され、赤血球に寄生して、これを破壊し、宿主に発熱と貧血を引き起こすという類似点から、1950年頃までは、 抗議の充血放射中と考えられていた。しかし明確な優生生殖が認められず、特に放射に相当する形態を一切取らない点で、充血放射中と区別されるようになった。放射虫が解体される傾向のもとで、ピロプラズマも全く系統の異なる生物だと考えることが多くなり、1964年の合意体系では、肉質虫の中に移されているほどである。 しかし、電子顕微鏡観察によって、アピカルコンプレックスという共通の細胞構造が見出されると、ピロプラズマと重血シム虫は、無症世代においてこの井戸を描くという共通点で、部この色綱にまとめられた。ありがとうございます。